皆さんおはようございます。岩崎です。さあ今日も登山していきたいと思いますけども、本日、登る山は拳ヶ岳になりますということでね、今日は1泊2日で、楽しんでいきたいなと、思います。今ですね、西沢渓谷入り口の方の、駐車場を止めようと思ったんですけども、朝の今7時ぐらいで、もう満車でして、道の駅のね、近くの方に、止められるということだったので、今そちらの駐車場に止めてます。以前ですね、あの動画の方で登ってみたい山ということで、拳ヶ岳の方を、上げさせてもらったんですけども、やっとね登りに来られて、せっかくなので1泊2日で楽しんでいきたいなと思います。今回は1日目西沢渓谷の方から登って徳ちゃん新道コースというところを通って山頂を目指していきます。今回の徳ちゃん新道コース登りで5時間ぐらいかかるっていうことなんですけども、久々ですね。結構歩くんで、まあ、ゆっくり楽しんでね登っていきたいなと思います。それでは早速行ってきます。今現在地西沢渓谷から、北上してこの徳ちゃん新道を通って、こちらのね拳ヶ岳に、目指していきたいと思います。頑張っていきましょう。本当にね一泊登山をするのも久しぶりなのですごく楽しみです。またね本当に初めての山なので、またいい経験がねできればなとも思います。今回ですね、目指す拳ヶ岳の両隣に、まず最初に多分着くであろう徳佐山っていうところと拳ヶ岳、三宝山ということで、三山ともですね、そんなにさほど高さが変わらないんですけども、まあ、それぞれのね、特徴があって、その3つのね、山を、渡り歩くんじゃないかなという形になります。はい、登山口到着しました。徳ちゃん新道コースということで早速登っていきましょう。うん、お、すごい根の張り方、立派だ。結構急ですよこれ。転げ落ちたらやばい。お、人があんな遠くに。頑張ろう。なんかだいぶ登ってきたなって感じですね。気温もね13度ぐらいに上がってきましたね。もう今のところねこう軽快に、歩けてるので、引き続きこの調子でね歩いていきたいなと思います。
もう少し、歩いていくとですね、近丸新道というまたね別の、ルートとね分岐になるところがあるんですけども、そこのね分岐に到着、します。ちょっとね景色が開きました。富士山が綺麗に見える。だいぶちょっと 足元が、険しくなってきましたね。久々に看板見た、近丸新道との分岐かな。あ、そうですね、看板見れて、ちょっと一安心、ちゃんと合ってるんだな。こっから徳良尾根に突入します。なんかこの雰囲気いいですね。なんかこうジャングルを探検してるみたいで。よいしょ、やっと少し平坦になった。もうね真後ろにはね富士山がドーンと、はい、構えてますんで、ちょっとまた後ほどね景色楽しみたいと思います。しばらく、ちょっとこういったね、いいかな、ガレ場みたいになって、ちょっとね足元取られるんですけども、今どこ順調に、登ってこれてます。たまにね後ろを振り向きながら歩くと、疲れがね吹き飛びます。頑張ります。まあ小休憩してたんですけど、さんが頭が出てきてくれました。スカッとね風であの雲を飛ばしてほしいですね。いい景色とは裏腹にですね、まだまだ続きますこの登り。山小屋で美味しいご飯食べるために頑張って登っていきましょう。いい景色ですね。なんか今まで登ってきた疲れがねほんと吹っ飛んだ。ちょっとね、雲がかかっちゃってはいるんですけども、それにしてもねなかなかのいい天気です。はい、なかなかのいい景色ですね。チェーンスパイクがもしかしたら必要になってくるかな。雪がねほらまだちょっと氷っぽくなって、残ってますね。ちょっとやばそうだったら、速攻でつきましょう。今現在地確認したんですけども、徳佐山もう少しで、着くかなっていう感じですね。なんとこね
あのアイゼン必要なさそうな感じですね、うん、多分溶けちゃったのかな。まだ大丈夫そうです。はい、また久々の看板が、これね、徳良もう一踏ん張りですね。足滑らせないように頑張る。気をつけて登っていきます。徳斎山か。徳斎山到着。次に着くのが拳小屋です。もうすぐね到着すると思いますので、もう一踏ん張り頑張ります。そしたらね、お昼ご飯ね食べたいなと思います。めっちゃお腹すいた。うわ、めっちゃ開けた。拳の時あと 600m のとこまで来ました。長いようであっという間といえばあっという間だったんですけど、やっぱりね結構長かったです。あと 600m ラストスパート。皆さん着きました。Ha ha ha!